ルゼンチンには、はい、あの軍事機密地域っていう地域があって、うん、そこに入ったら逮捕されます、問答無用で、うん、絶対入ったらあかん地域って日本にないじゃないですか、うん、そういう意識ないじゃん、うん、で僕が住んでた村にはでっかい鉄塔があったんですよ、うん、で当時映るんですっていう使い捨てカメラでパノラマの、うん、鉄塔の上から自分の住んでる街の様子をパノラマで映して、うん、まあ友達とかに送ろうかなと思って、うん、なんか区切られた地域だったんですよね、うん、フェンスで、うん、で何の気なしにフェンスを登って入るんだ一応ドクロのマークとか書いてあるんですけど、はいはい、そんなあのまさかねそんな、うん、あの大変なことになると思ってなかったんで、はい、で鉄塔を登って上に行ってさあ写真撮るかと思ったら、はい、パーン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 って真っ赤真っ赤なサイレンが鳴り出して何これ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 と思ってたらパッて下見たらジープがいっぱい止まってるんですよ。ジープから軍服着て来た人が出てきてライフルでこうやってやそこの中国人降りてこいって言うんですよ。やっぱ中国人なんですか。スパイとか悪いことする人は、うん、中国人のイメージなんですかね、分かんないですけど、まさか日本人がそんなことしないから、で慌てて鉄塔から降りていって、うんうん、もうこんな感じですよ、うん、で前中国人かと、うん、違いますと、うん、僕留学生なんですよ、うんうん、で大体中国人の留学あのスパイって自分のこと留学生って言うんですか、うんうん、言うらしいですよ僕留学生です、うん、分かっとると、はい、ちょっと、ま、荷物見せろと、はい、いろんな荷物見せられて映るんですが出てくるわけですよ、うん、当時、うん、南米には映るんですなんてなくて、はい、プラスチックでできたカメラなわけですよ、はい、軍人さんから見たら、うん、こいつ絶対スパイやね、うん、うん、なるほど X 線通らんカメラ持ってくるこいつ絶対スパイやと思うんですよ、はい、とりあえずジープ乗れと、はい、ほんまに違うんですもう聞いてくれないんですよ、はい、でこのまま抵抗して撃たれるのも嫌やし、はい、ジープ乗って連れて行かれて、はい、であのとりあえずフォストファミリーに連絡してくれと、はい、フォストファミリーに連絡したら分かるから、はい、本当に留学生になって、はい、でフォストファミリーに連絡してもらったんですけど、はい、当時フォストファミリーが政治家の方だったんですね、はい、であのあ南米とかで留学生を受け入れられる人って、うんうん、もう本当に階級が高い人じゃないと受け入れられないので、うんうん、政治家さんとか、うんうん、本当に医者のすごい人とかばっかりだったんですけど、はい、まあ、政治家さんやったんで、あ、そいつうちのところにほんまに泊まってるやつやから出したってっていうふうに言われて、はい、出ることになったんですけど、はい、まあ、アルゼンチンの法律でその軍事機密地域に入っとるから、はい、一回無所に入らないと。だからあのよく映画であるじゃないですか、うん、あの身長が書いてる線の、うん、まあ、そこを立てさせられて、うん、写真撮られて、はい、全ての指の指紋、はい、を取られて、はい、でなんかパスポートのまま、はい、で1日だけ、うん、あの泊まりました。いや刑務所の中に、牢屋の中に養蚕を囚人、養蚕を囚人、映画とかでよく見た、はい、養蚕ですね、あんな感じ、ほんまにこんな感じですか、はい、そうです、はい、めっちゃ怖かったですね。あと、なんつうかね、トイレ知ってるとこ見られるのが嫌やな、やっぱりトイレも、あの、なぜかというと、トイレを個室にすると、脱走とか悪いことする可能性があるから、トイレ自身 もうオープンな、本当に、俺の向こうにそこにトイレが見えるんですよ。だから、看守さんと目合いながら、ここトイレするっていう。僕大丈夫です。行きます、行きます。そうなんですよ、全然。見られることが好きなんです。いやいや、そうでもない。だから次の日にホストファミリーの方が迎えに来てくれて、うん、やけどその牢屋の向こうでホストファミリーが僕と見合った瞬間、うん、ほんますぐ出して、入り出してすごい、すごいですね。それはちょっと再現ドラマとか、うん、なんかね、面白い、ね、できそうです、面白い。でもようライフルのこんなところで殴られたりしなかった。あ、ほんまですね。いや、可能性じゃなかったですか。抵抗したら可能性あったと思うんですけど、まあ、抵抗できる状況じゃないんで、可能されてるから。そうそう、若かりし頃でしょ。そう、だから、ちゃんと法律って勉強しやるって、行くやったほんまにあの日本の法律と違うところがあって、やっぱりあの入ったらあかんよっていうところがあったりとか、大切にはあるので、そう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 、日本では考えられないですね。今ではちょっと謝ったら終わるぐらい、ね、もう身分証明書見せたらいいのね。大変でした。聞きたいことが聞けた。ああ、よかったよかった。すごい話やったね。2時間ぐらい聞きたいけど。話やったね。でもなんか質問ないですか？セミみんなの猫で終わってる。だけだよ。セミはありますよ。寝ずに用意してきてる。結構この
一週間読みましたよ。めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。もう好き。